師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとして、フリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも、正しいこととは限りませんので、ご了承ください。はい、私のインプット、アウトプットをお話しさせていただきます。私は今回、暖房病ということについてお話をさせていただきます。皆さん、暖房病って聞いたことってありますか？あまりないですよね。私も初めてちょっとこうネットニュースで見てた内容だったんですけれども、暖房病ってこう頭痛とか吐き気とかめまいとかっていうのが起こりうることらしいんです。その原因っていうのが、今ってこうエアコンが多いですよね。昔はストーブとかこたつとかっていうのが主流だったと思うんですけれども、最近はエアコンになって、エアコンの風っていうのはどうしても上に上がってしまいますよね。それでその風が上に上がることによって、頭とかこう上半身とか頭だけがあったかくなってしまって、足元ってすごく冷えると思うんです。そういうことから暖房病というふうに言われているそうです。で、その暖房病に原因は先ほどもね申し上げたように、頭痛とか頭が痛くなっちゃったりとか、めまいとかっていうふうなことになるんですけれども、それを予防するにはっていうことで、頭寒足熱、皆さん四字熟語ですよ、わかりますよね頭を寒くして足を温かくするって、よく寝る時とかも同じだと思うんです。お風呂とかに入ってすぐお布団に入るとポカポカしていてすぐ眠れると思うんですが、お風呂から上がってね、しばらく経ってからお布団に入るとなかなかこう眠れないことってないですか？私は眠くてすぐ寝ちゃうタイプなんですけどそういうことから足を温めるといいっていうふうに言っていました。そしてその暖房病にかからないためには、人間って1日に1リットルぐらい汗をかくと言われています。だけれどもやはりこの寒い時期なので汗もなかなかかかないですよね。なのでその汗をかかないことによって、またほてりとかそういう頭痛とかってもなってしまうっていうふうにも書かれていました。なのでそれを予防するには、サーキュレーターとか扇風機でエアコンをつけている時にこう風をこう攪拌する、でこう空気を循環させることが必要っていうことと、あと水分をこう適度に取るということで、その水分を取るにも冷たいものではなくて、やはり白湯とかお茶とかちょっと体が温まるものがいいよというふうに書かれていました。皆さんもね、日頃からの生活に気をつけて暖房病にならないようにしていただければと思います。これが私のインプットアウトプットです。ありがとうございました。